日本では次期戦闘機開発をイギリスとイタリア3カ国で急ピッチ開発している中、今回は IHI 社製 XF9 エンジンは本当に推力15トンを超えているのかを詳しく見ていきますね。 X2 新進と XF9 で量産型へと作り替え、 F15 戦闘機の代替機でもいいのでは、私だけかな。日本は航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 について、その代替機となる次期戦闘機の開発をいかなる形で行うのかが注目されていたが、2022年12月9日、イギリスとイタリアとの3カ国共同でこれを行うと公式に発表した。 F2 はアメリカの現ロッキード・マーチン社、当時はジェネラルダイナミクス社の F-16 ファイティングファルコンをベースに、日米において共同開発を行った戦闘機であり、2000年10月から収益を行っている。この F-2 は、試作機も含めて98機が生産されたが、当時もアメリカとの共同開発ではなく、純国産を目指すべきとの意見もあったものの、戦闘機開発で最も重要なエンジンを、日本は自前で製造することが技術的に困難であった。これは太平洋戦争の敗戦によって、その後、長らく航空機の製造を制限されていた影響が大きく、ことに戦後に急速にレシプロ機からジェット機へと進化を続けた時期に、その開発が行えなかった点が響いていると思われる。そのため、F2 の時も、日本側では、三菱重工業者社が、共同開発の取りまとめを担う形で進められ、エンジンについては、現 IHI 社、当時の石川島播磨重工業者が、アメリカは、ジェネラルエレクトリック社製の F110GE129 をライセンス生産した。この F110GE129 は、ターボファン方式のジェットエンジンであり、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 13.4 トン、未使用時には同 7.7 トンを発揮し、F2 を最高速度でマッハ 1.7 で飛行させることが可能な仕様だった。ちなみに、IHI 社は1981年末から導入されていた主力戦闘機の F15 イーグルにおいても、同様にエンジンのライセンス生産を手掛けており、こちらは、プラット&ホイットニー社の F100系の、やはりターボファン方式である。IHI 社は、もっと遡れば、戦闘機用エンジンとしては、F86F、F104J、F4EJ といった歴代の戦後の機体についても、ジェネラルエレクトリック社製の各エンジンをライセンス生産しており、そのノウハウを蓄積してきた経緯を持つ。民生用の航空機も含め、日本の国内においては、IHI 社製のジェットエンジンの市場シェアは、実に6割を超えており、B1 哨戒機に搭載されている F710 は、同社オリジナルのターボファンエンジンとしても知られている。一度、F2 に話を戻せば、同機の主翼には、炭素繊維の強化複合材を用いた一体構造が採用されているが、これは戦闘機の分野では世界初の取り組みであり、機体の軽量化と強度の確保という相反する課題を両立させている。素材としての炭素繊維の強化複合材製造は、日本企業の東レ社、東方テナックス社、三菱冷温社の3社が世界市場でも 70% を占めており、F2 からフィードバックされた技術は、アメリカの F2 にラプターにも応用されたという。炭素繊維の強化複合材は、主翼等の部分に止まらず、従来は、金属製であったジェットエンジンのファンにも使用されており、ここでも、
軽量化と強度の確保を行うと同時に、加工、成形が比較的容易なため、設計の自由度の向上にも寄与している。そして、ジェットエンジンの生産に必須となる工作機器の分野でも、日本企業の製品は広く使用されており、森精機社、山崎マザック社、大熊社等のものは、ラット&ホイットニー社、ゼネラルエレクトリック社、ロールス・ロイス社でも使用されているという。こうした現在のジェットエンジンの生産に必須となっている炭素繊維の強化複合材や工作機器そのものを有する日本では、製造メーカーたる IHI 社が、それらを実際に形にすることで、悲願な国産エンジンの実現が期待されてきた。実際に、IHI 社は、実証実験機である X に、通称、新進に搭載する XF51 を開発。これは、アフターバーナー機構を組み込んだ、ターボファン方式の国産のジェットエンジンであり、2001年までに、4機の試作機が、防衛省に収められた。IHI 社が、開発を行った XF5-1 は、あくまでも、将来的に、国産の戦闘機エンジンを目指すためのものだったが、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 5.0 トン。タービン入り口付近の温度も、1600度をクリアするなど、目標とした数値を達成した。この XF5-1 で得られた技術、ノウハウの一部は、前述した P1 哨戒機に搭載された同社製の F710 にもフィードバックされ、開発費の総額は、200億円以上とされる同エンジンの製造にも大きく寄与したと考えられている。そして、IHI 社は、この XF5-1 を用いて、2008年までに蓄積された技術、ノウハウをベースとして、現、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年から、次期戦闘機への搭載を視野に入れた低バイパス非ターボファンエンジンの開発に着手した。この新型の低バイパス非ターボファンエンジンは XF9 と呼称され、エンジン本体そのものはスリムながら高出力を得ることをコンセプトに掲げ、まず2010年から2015年にかけてエンジンの主要な構成要素の研究が行われた。その後2013年から2017年にかけてはエンジンの要素の研究へと進み、エンジンの主要な構成要素の研究で得た中核部分にプラスして、ファンやタービンなど周辺の必要な部品類についても具体的な取り組みを続けた。それと一部並行して、2015年から2019年にかけては、戦闘機用のエンジンシステムに関する研究が開始され、それまでのエンジンの主要な構成要素の研究、そして、エンジンの要素の研究で積み重ねた成果を形とした。こうした IHI 社の動きを経て製造されたものが XF91 であり、2018年6月の時点で防衛装備庁へと引き渡され、以後2020年7月までのおよそ2年間にわたって、各種の性能を確認するテストが行われるに至った。XF91 は、全長がおよそ 4.8 メートル、直径は、最大部分で、およそ 1.0 メートルほどの大きさであり、F15 イーグルが搭載するプラット&ホイットニー社の F100系のエンジンと、ほど同サイズに収めることに成功している。そして、その性能として、各種のテストの結果 XF91 は、アフターバーナー使用時には、推力 15.0 トン以上、アフターバーナー未使用時でも、同 11.0 トン以上を発揮し、コンセプトであったスリムながら、高出力を体現させた。また、XF91 は、タービンの入り口付近の温度も、1800度を記録しており、ベースとなった XF5-1 の1600度から、目標通りの向上を見せ、これらの数値をテストでクリアしたことが報道されると、戦闘機の国産化を期待する機運が高まった。
軍事関係者の一部からも、その XF91 のテストで証明されたスペックを耳にした後には、悲願の国産戦闘機の開発が、ついに可能になるのではないか、という声も聞かれたが、そこまで期待するのは、時期尚早な感も拭えない。日本の防衛装備庁が、2001年に北海道に設置した航空性能試験設備、ATF では、推力は 5.0 トン級のエンジンまでしか確実にシミュレートできる能力はなく、XF91 の公表されたスペックは、その意味では未確定と思われる。西側諸国の中では、推力 15.0 トン級のエンジンを確実にシミュレートできる航空性能試験設備、ATF は、アメリカ、イギリス、フランスにしか存在せず、それらの助力を得ないことには、先の数値を達成しているとは言い難い。冒頭で述べたように、日本は、次期戦闘機の開発を、イギリスとイタリアとの3カ国共同で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにて行うこととなったため、今後、イギリスの航空性能試験設備、ATF で、XF91 がテストされるのかが注目点だろう。